どうにか、みんな無事みたいね。周りを見てくる。おい、ユリゼンはどこに消えた？目的は何だ？クリフォドの頂上だろう。違う、逆よ。だってクリフォドの頂上はここからずっと下にあるわ。人間の血は悪魔の力の源。クリフォドの吸った血は頂上で身をつけ、その禁断の果実は絶大な力を持つ。ムンデスもその果実を食らい魔界の王になったとブイが教えてくれたわ。面白い話だが今は不要だ。居場所が分かりゃいい。よう、あんた、あのダンテだよな。あ、うん、その私はニコレッタ・ゴールドスタイン。やっと会えた。あ、ニール・ゴールドスタインの孫なんだ。あんたが持ってるその銃を設計したガンスミスで、そのちょっと見せろよ。うん、あんま似てねえな。ああ、残念ながら外見は父親に似ちまってね。その父の研究を元に開発した。ああ、そのあれ、プレゼントだ。ほら、二人の出会いを祝して。うん、受け取れ。もらっとくぜ。ダンテ、俺も行く。お前はやめとけ。おい、まだ足手まといってか。ざけんなよ。力なら手に入れた。こいつだ。違うぜ、ネロ。そういう意味じゃない。行かせてやれ。これ以上は時間が惜しい。もう猶予はない。一刻も早く奴を追うべきだ。おい、お前も来る気かよ。俺には見届ける義務がある。そうか、好きにしな、ポエム野郎。ただしバラバラで別の道を行く。その方が効率がいいだろう。どこかで合流するだろう。とりあえず先に進ませてもらうぜ。
分匂ってくるぜ、あのゲス野郎め。まだ先は長そうだな。